株式会社一番屋はカレーハウスここ一番屋を運営するカレーライス専門店チェーンであるハウス食品グループ本社の連結子会社フランチャイズにより日本国内各地のほか、海外の米国中国韓国タイなど各国にも店舗を持つ店名はカレーならここ一番屋から来ているカレーの辛さライスの量 トッピングを選ぶことができる。レギュラーメニューと数種類の期間限定メニューで構成されている。接客に関してはマニュアルが徹底されているが、一方で日本国外展開にあたっては日本と異なる路線展開も行われており、例えばタイでは高級ブランドとしての展開を主軸にしている。ここ1は胸継ぐ特事と妻のナオミが1974年に開業した 喫茶店、バッカスで出していた、カレーライスが好評だったことをきっかけに1978年、カレーハウスここ一番屋を創業したにある、西浦島店。店名は、ここが一番屋。という思いから、ニコニコキビキビハキハキを掲げ、お客様第一主義、現場主義をモットーとした。各メーカーのカレールーを試した結果、ナオミが選んだのが、ハウス製品であったことから、 スパイス調合のリクエストなど、ハウス食品との付き合いも開店当初より始まった。1982年に名古屋市で法人化した。創業間もない頃、当時 t b s 系で放送されていたクイズバラエティ番組ピッタシカンカンで店舗内の様子が放送されたことがある。当時すでに一心五心の辛さメニューがあった模様で、そのメニューにある文句が、 番組内の問題に使われていた。ご飯の量やルーの辛さ、トッピングなどを客が選べる仕組みや、社員ののれん分けシステムを作り、1987年には80店舗を超え、1998年には500店舗に達した。2002年に創業者である、宗ネツ徳寺は53歳で顧問になり、1998年より社長を務めていた妻の直美も代表権のない、 会長に退き、2011年に会長から非常勤の相談役となり引退した。創業時から、ライス量1 3 0 0ム以上のカレーライスを対象に、15分、または20分以内に完食すれば無料かつ一部店舗では、店内に達成写真の掲載となる、大盛りチャレンジが有名であったが、年間30トンもの残飯が出ていたことと、食品リサイクル法により、 2006年までに2割以上の廃棄物削減が義務付けられたため2003年8月31日をもって打ち切りとなった。なお、1993年米騒動の時にも一時中断している。これを始めた理由は話題作りのためで実際に成功したもののやっている当時から食べ物をゲーム感覚で扱うことに疑問を持っていなかったわけではなく、 食べ物でもったいないことをしてしまったと、胸継ぐ特事は10回している。2004年には1000店舗を達成し、2005年5月2日には、東京証券取引所第1部、名古屋証券取引所第1部上場を果たした。2013年1月17日、ギネス世界記録は、カレーハウスここ一番屋を、最も大きいカレーレストランのチェーンに認定した。 2015年12月8日、ハウス食品グループ本社が一番屋に TOB を行い、一番屋を連結し会社化した。2020年12月29日には、北海道旭川市で、ジンギース観点、ジンギース汗、大黒屋を経営する有限会社大黒商事の全株式を取得し、連結し会社化している。台北西門館中店2005年9月、 中華民国の台北市一万花臭い門町に台湾一号店が開店した。2008年、タイのバンコクにあるショッピングセンターのエスプラネード内にタイ一号店が開店した。タイでは日本とは異なり高級ブランド路線での店舗展開を図っており、カレールーや米はすべて日本から輸入している。2008年3月、韓国の港南に韓国一号店を開店。 同年11月3日、小炉に2号店を開店した。2010年夏、アメリカ合衆国と香港に進出することが発表された。2011年2月9日、アメリカ本土1号店となるパームプラザトーランス店をロサンゼルスのパームプラザショッピングモール内に開店した。ロサンゼルスでの事業展開は、ハウス食品との合弁会社、市場にゃ u s a インクが行う。2013年7月現在、海外店舗は、ハワイワアフ島4店舗、アメリカカリフォルニア州3店舗、中国大陸33店舗、香港6店舗、台湾19店舗、韓国19店舗,店舗、タイ20店舗、シンガポール3店舗である。現地運営会社は、資本業務提携のハウス食品との合弁法人が、ほとんどである。 2020年8月3日、カレーの本バインドの首都ニューデリー郊外のグルガオンに、インド1号店を開店させた。ここ一番屋のロースカツカレー、ライス300グラム、辛さは普通。ここ一番屋のシャブシャブカレー。ここ一番屋のイカリングカレーベースとなる、ソースビーフソースベジタリアンカレーハッシュドビーフ。各種トッピングやライスの量、辛さを指定していくシステムが採用されており、 トッピングの種類に制限はない。トッピングのみのオーダーや、ライスのみのオーダーも可能となっている。肉類、編集野菜、編集魚介類、編集その他、編集特選黒カレーここでは、2004年10月以降の期間限定メニューを紹介する。ここでは、2006年を含め2年以上連続で発売されたカレーを紹介する。ただし、 来年以降販売されるか否かは不明である。朝リ、カレー2003年3月から3、4、5月限定で販売されている季節限定メニュー。2001年にアサリカレーが販売されて好評を博したが翌年の2002年にはアサリが不良だったためにやむなくハマグリカレーを販売。しかしこれは不評だったため2003年にアサリとハマグリを組み合わせた。 このメニューを販売した。結果、なかなか好評だったので、レギュラー化も検討されたが、トッピングが季節的なものであるため、2004年以降も期間限定メニューとして販売されるようになった。しかし、2006年には、初版の事情により、アサリのみを使用したアサリカレーとして発売された。2011年には販売されていない、トマトアスパラカレー2000年6月から6、 7.8月限定で販売されている季節限定メニュー。当初は2000年の限定メニューとしてスタートしたが、売り上げが好評だったので、レギュラー化も検討されたが、トッピングが季節的なものであるため、2001年以降も期間限定メニューとして販売されるようになった。また、新設当初はトマトとアスパラのカレーと名乗っていた。2009年夏以降は販売されていないが、 韓国の店舗内においては2012年現在通常メニューとしてラインナップされている。日本でも再びラインナップされている。チキンと夏野菜カレー2005年7月の初登場以来好評を博し毎年販売されている。鶏胸肉と茄子、アスパラ、オクラ、トマト、輪切り唐辛子が入っている。肉じゃがカレー2005年9月から9、10、 11月限定で販売されている季節限定メニュー。チキンと夏野菜のカレーと同じく2005年に初登場。翌2006年も発売し、それまでになかった秋の季節限定メニューとして確立されつつあるものとみられる。牛肉、ジャガイモ、人参玉ねぎ、絹さや糸こんにゃくが入っており、肉じゃがをイメージしている。カキフライカレー1993年から、 主に冬場に販売されている期間限定メニュー。当初は12月から2月までの販売だったが、売り上げが好評なためレギュラー化も検討したが、トッピングが季節的なため10月からの販売になった。グランドマザーカレー1000店舗達成を記念し、2005年から販売されたカレーで原点の味を再現している。2月と3月の限定販売。 大きく切られた肉、人参、ジャガイモ、玉ねぎが入っている。特に季節をイメージしたカレーではないが、期間限定、全メニューの中でも1、2を争う人気があり2006年以降にも、ここ1イヤースプーンプロジェクト 20XX として2月1日から同年3月31日の間に発売されている。注文するとスクラッチがもらえ、あたりが出たら、 特製オリジナルスプーンがもらえた。詳細は、下記の通り。2012年に最後のグランドマザーカレーとして、販売終了したが復活を願う根強い声に押され、翌々年の2014年に2月のみの期間限定として復活し、それ以降も毎年2月頃に販売されている。ちなみに、2017年の販売期間は1月17日から2月28日までである。 高品質の食器メーカーヤマッコとコラボレーションし、表にはセガニバーサリーと裏にはヤマッコ、ココイカバニアと刻印されている。2006年からココイチイヤースプーンプロジェクトとしてスタート。前年度と同じくヤマッコがデザインを担当。表にはココイチイヤースプーンプロジェクト2006の刻印がされている。なお、2006年は外れ10枚でも交換できた。 2007年は山っ子が担当しているが大きさ、形などのデザインが異なっている。全国で13万本限定品。表にはココイチイヤースプーンプロジェクト2007の刻印がされている。また、外れ券を5枚集めるとミニチュアスプーン付け形態ストラップがプレゼントされた。その他、抽選で券の表紙についているゴールド券3枚もしくは ゴールド券1枚とゴールド券かシルバー券2枚を応募して2005年2006年のスプーンが付いたシリアルナンバー付きコレクションボックスがもしくはいずれかの券1枚でここ1全国共通お食事券1000円分がプレゼントされた2008年はデザインをのりたけが担当した全国で合計15万本限定品表には ココイチイヤースプーンプロジェクト2008のほか、下段にサーティースアニバーサリーと刻印されている。また、オリジナルスプーン2008応募券を5枚で当たりと、同等品のスプーンがもらえた。その他、抽選でチャンス券3枚で、ココイチ全国共通お食事券3000円分が5枚で、前回同様、2007年までのスプーンが付いたシリアルナンバー付きコレクションボックスがプレゼントされた。 消し込みカツカレー通常のカツより大ぶりのカツ。トンカツ、ヒレカツ、チキンカツの3種がある。28種類のスパイスと野菜をじっくり煮込んだ、デラックスソースの贅沢な味わいを売りにしており、ここ一番屋のカレーとは思えない味に仕上がっている。1200円とやや高価ではあるが、ここ一の一般のカレーとはかなり異なり、容器も特別のもので提供される。 ライスの大盛りは無料である。販売不振によりチキンソースは廃止されていたがビーフソースとポークソースも2008年5月末をもって廃止となった。したがって現在では新型店舗限定メニューは存在しない。ここでは主な地域限定メニューを紹介する。公式サイトやグルナビでも地域店舗限定メニューの一覧を紹介している。なおドリンクメニューの中に キリンラガービールがあるが、沖縄県の店舗に限り、キリンラガービールの代わりにオリオンドラフトビールが提供されている。また、台湾の店舗では一番搾りが提供されている。ここでは、2003年9月以降に終了した、レギュラーメニューを紹介する。ゴロゴロポークカレー2003年9月のメニュー改正で、唯一のレギュラーで終了となったメニュー。 これ自身2003年9月の新設メニューであったが、角煮カレーの劣化復活であり、ネーミングの悪さと売り上げの小ささから2005年2月限りで廃止された。カレー騎士麺2003年9月のメニュー改正で終了。スープはなく、茹でた騎士麺を山菜入りのカレーソースで和え、海苔をかけたものだった。大盛りのダブルもあった。なお、 2008年9月から11月にも期間限定で販売している。期間限定では海苔と別に鰹節がかかっていた。キムチカレー2006年12月のメニュー改正で終了。その名の通りキムチを乗せたメニューであったが、末期ではメニューにも載っておらず、トッピングの欄に掲載されているのみであった。ライスカレー終了時期は不明。中辛で、 家庭のカレーをイメージした大きめ野菜のカレー。山菜カレーキムチカレーと同じく2006年12月のメニュー改正で終了。わらび、細茸、せり、なめこ、ゼンマイなどの山菜が入っていた。末期ではやはりトッピング欄に掲載されているだけであった。ホクホクコロッケカレー2006年12月のメニュー改正で終了。 コロッケ一つが150円という値段であったために売り上げが小さく廃止された。代わりに現在では期間限定メニューとして季節のコロッケカレーが販売されている。2008年は春が菜の花コロッケ、夏が枝豆ポテトコロッケ、秋がキノコのクリームコロッケとなっている。エビフライカレー2007年3月のメニュー改正で終了。その後は プチエビフライカレーとなって販売されていた。プチエビフライカレー2013年9月のレギュラーメニュー大幅改正で終了。シーフードカレー2013年9月のレギュラーメニュー大幅改正で終了。現在は海の高カレーとなって販売されている。うずら卵フライカレー2013年9月のレギュラーメニュー大幅改正で終了。牛しゃぶフライカレー二千十三年九月の レギュラーメニュー大幅改正で終了オムエッグカレー2013年9月のレギュラーメニュー大幅改正で終了。現在はスクランブルエッグカレーとして販売されている。オクラドオフカレー2003年9月のメニュー改正で一時廃止になったが2006年12月に復活。その後2010年8月をもって再び廃止された。ハヤシライス2010年10月のメニュー改定で終了。 現在ではハッシュドビーフが販売されている。ここでは2006年1月以降に復活したメニューを紹介する。フィッシュフライカレー2001年3月以前からあったレギュラーメニューであったが他のメニューと比べて値段が安かったため採算が合わないと判断し2005年8月限りで廃止された。しかし2005年12月に予定されていた。 タラフライカレーが初版の事情で直前になって中止となり、その影響で再びレギュラーメニューとして復活することとなった。トンカツカレー2004年5月6月に九州、7月8月に近畿中国四国、10月11月に中部地方、12月2005年1月に関東以北で販売された。期間限定メニューであったが、売れ行きが好評であったため、 2004年10月以降、近畿製の一部店舗で期間外販売が行われるようになり、2004年12月からはレギュラーメニューの一つとなった。ところが、2005年4月に手仕込みヒレカツカレーを販売すると、ヒレカツカレーの方が売り上げが高いため、類似メニューの多さから2005年8月限りで廃止された。しかし、たくさんの熱い要望で二千六年六月一日付で、 再び、レギュラーメニューとして復活することとなった。エビカツカレーエビーか、貝柱が混ざった、海鮮カツカレーの販売開始により、2006年12月のメニュー改正で一旦終了したが、現在は再び、エビカツとして復活している。ポークソース、ビーフハッシュドビーフソースによって、追加料金が違う。100グラムごとにとなっている。また、 高速道路のサービスエリア内店舗などでは、普通盛りは 250g となる。店舗の価格表には 200g から 600g までが掲載されているが、食べられる場合はこれ以上でも注文できる。一番屋の普通は市販のレトルトやカレールーの中辛にあたる。基本メニューでは普通か甘口がベースであり、さらに辛いカレーを希望する場合には、一芯、二芯というように、 辛さを指定することになる。メニュー上では重心まで記載されているが、6心以上は過去に5心のカレーを完食した人に限るとの注意書きがある。ただし、店側が5心以上完食経験の有無を尋ねたり、経験がないことを理由に注文を拒否することはなく、あくまで注意喚起に留まっている。また、ハッシュドビーフに限っては、普通のみでビーフカレーの甘口は選択できない。また、 1998年頃までは11、新以上も存在したが、現在は重心が上限となっている。ちなみに、重心で一新の24倍の辛さとなる。テーブルには、飛び芯スパイスがあり、好みで辛さを加えることも可能である。11新以上は、このスパイスを使うようにアナウンスされる。辛さが増すと、カロリーが高くなっていくのは、辛さの元となる調味料などを、 食用油などで炒めるためで辛さが増すごとにその油量が多くなっていくから。実際、重心のカレーソースは普通の辛さのカレーソースより粘り気、とろみが顕著。伝票やレシートには追加料金の発生以下によらずオーダーした辛さが表記される。ビルイン型店舗の一例現在、旧型店舗と新型店舗が存在する。数年後には 新型店舗に統一される予定である。旧型店舗と新型店舗の違い新型店舗の追加設備なお、現在営業中の新型店舗を含めた各地にある店舗は、ここ一のウェブサイトから検索できるようになっている。店舗での支払い方法2016年5月1日より、カレーハウスここ一番やほぼ全店舗において、クレジットカード、中国銀、ツラネカード、JCB プレモカード、 非接触 IC 型の電子マネーが利用可能となった一部店舗では、それよりも前から先行導入していた。ワオンについては導入が遅れていたが、現在はほぼ全店舗で利用可能となっている。ジェフグルメカード、一番屋発行のお食事券、一番屋株主対象のコイン食友体験、バークレーバウチャーズも引き続き利用可能である。一番屋のインターネット通販、 ここ一通販に関しては、クレジットカードでの支払いが可能となっている。原付二輪の一例系自動車の一例宅配車の、例一部店舗では宅配サービスを行っている。利用の際には、宅配料金として1回につき、配達料200円、一部店舗を除きカレーの料金が、通常料金よりも容器代として一品につき100円増しとなる。 宅配は主に原付二輪や軽自動車などで行われており、原付二輪で主に使用されている車種は、ホンダのジャイロキャノピー。ベリーッツ、出前館、楽天デリバリー、ディーデリバリーを通しての注文も受けたまわっている。また、宅配専門店として、ココイチエキスプレスがある。ココイチ独自の独立システムとして、ブルームシステムと呼ばれるものがある。これは創業者のムネぐ特 ナオミ夫妻と共に、ここ一立ち上げを手伝った、林俊弘が、自分は一生、カレー屋の親父として生きたいという思いから、掃除から、初めて店舗を譲り受けたことに始まる。ブルームシステムの内容として、一定以上のスキルと勤務期間を経た社員に、与えられる権利であり、全国にあるここ一店舗のうち、約6割がこのブルームシステムによって独立したオーナーによって運営されている。 この際、オーナーに対して、ココイチ本部とのロイヤリティなどの金銭的やり取りは、一切生じないところに、ココイチの独自性がある。さらに、この独立したオーナーの店に勤め、オーナー及び、本部から認められると、このオーナー店から独立することもできる。しかしながら、ココイチブランドを守るため、本部より巡回している姿がたびたび見られる。また上記にある、一定以上のスキルとは、 一般の客でもわかるようになっている。というのも、各従業員のしている名札の色がそれである。具体的にはとなっている。これは、社内では、ココスペと呼ばれる限定制度で、金が一級で、以下二級、三級、初級のランクとなり、白は未取得である。調理部門と接客部門に分かれており、いずれかの部門で一級を取得すると、ハワイ旅行に招待される。 過去を含む2016年1月13日異物混入の疑いがあるために廃棄を依頼したビーフカツが産業廃棄物処理業者の代行によって不正に転売され愛知県内のスーパーで販売されていたと発表した愛知工場で使用している合成樹脂製の器具が混入している可能性があり混入した時点が不明なため全ロットである4609枚の廃棄を 依頼していた。きっかけは、系列店に勤務するパート従業員があるはずがないスーパーマーケットで販売されているのを発見し、一番屋本部に通報したことで発覚した。大行は、岐阜県橋間市にあるみのりフーズに転売しており、大行は愛知県庁の調査に対し転売は初めてであると説明した一方で、みのりフーズの実質経営者によると、 過去にも2014年頃から2、3回取引していたとのことである。また、書類上はすべて大飛化したとしていたことも明らかになっている。この件に対し、愛知県警察は廃棄物処理法違反の疑いで、2016年1月14日午後に大工を捜索、伝票や帳簿を押収した。その後、似たような製品が売られているとの連絡があり、愛知県が 愛知県愛妻市の生肉店の在庫を調べたところ、ビーフカツに加え、チキンカツも発見された。愛知県が一番屋に確認したところ、2014年8月にも、在庫に廃棄処分を依頼していたとのことであった。ミノリフーズや同社と取引している、弁当店でも、同じチキンカツが発見された。さらに、岐阜県や三重県でも流通が確認された一方で、1月13日の、 聞き取り調査を最後に、大行の責任者との連絡が取れなくなった。1月16日、愛知県警察は、みのりフーズの捜索を行った。なお、みのりフーズの冷凍庫からは、冷凍マグロや経肉などの食品も見つかっており、一番屋以外の食品廃棄物も取引していた疑いが持たれている。その後一番屋は、大行と同社会長を相手取り、 損害賠償を求める訴訟を名古屋地方裁判所で起こしたが、大行側は裁判に出廷しなかったため、2017年12月22日に大行側に2、15万円の支払いを命じる判決が確定した。パスタでここに関するカテゴリー、ここ一番屋に関するカテゴリー、ありがとうございます。